沖縄手帳発行人の時間,時間 沖縄手帳を発行人の時間この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら沖縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事沖縄の再発見沖縄の歳時期について語りますはいえー、ぐすいおがみな華涙沖縄手帳発行人の前城徳七です。 えー、今日は七月、えー、お盆ですね。はいえー、皆さんお忙し,しいんじゃないかと思いますけど、この一時間またお付き合いをお願いいたします。はい、あ、はい。聞き手は、えー、と <laughs> F.M. 喜ノ湾田辺幸です。今日も沖縄を愛する国大使をお送りします。さて番組を通して魔ジ沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、ダーチ内野クイズ。 沖縄マニアは腕試しして,腕試ししてね、うん、そしてミーチメインコーナー沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります是非56分までお付き合いください手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問リクエストを募集していますクイズのコーナーにもお気軽にご参加くださいメールアドレスは o k i n a t e c h o g m a i l c o m okinatcou.gmail.com また YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しています各局のホームページから見ることができますそちらもお楽しみください ツイッターも連動しています気軽にツイートしてみてくださいまたサイマル放送もお送りしておりますリッスンラジオで聞くことができます全国のラジオ局から FM 技能ワンを選んで聞いてくださいパソコンでお聞きの方は FM 技能ワンのホームページに再生ボタンがあります完全に同じものをお楽しみいただけますそれでは沖縄手帳発行人の時間スタートです この番組はサン印刷の提供でお送りします。一応。 沖縄手帳発行人の時間。 さてメッセージが来ていますので、うんはい、ご紹介します、はい、えっとですねカナさんからです、うん、こんにちは毎週楽しみにしています、はい、最近は毎週リアルタイムで聞けるので嬉しいです YouTube だと音楽とか広告が聞けないので寂しいです、ねうんうん、あそうですね YouTube はそうですね、うん、でラジオとリッスンラジオでしたら音楽も入って聞けるんですけどねはい 著作権の関係ですね。でうん、さて、質問を受け付けてくださるというので、思い切ってお尋ねしたいと思います。うん、先週、雪の聞きたいことのコーナーで、今週は聞きたいことがないとおっしゃってましたよね。心 <laughs> 底びっくりしました。<laughs> な同時に、こんなに驚いている自分にもびっくりしました。というのは、私の知ってる世界では、番組でトピックがないなんて言わないです。<laughs> なんとか <laughs>。 なん <laughs> とかでっち上げてでも質問を作ると思います,、はいで,すね、でもないものはないんだからそれでいいんですよね。そういえば前城さんも2週間仕事で番組をお休みされてたな緩い番組作りって言ってしまっても良いでしょうか。<laughs> はいはい それで思い出しましたが恩納村に行った時ですけど120番のバスが来ないんです58号線を走るバスはバス停がたくさんあるから仕方ないのは分かるんですがそれを見越した時刻表を作らないのかなと思いましたそれに誰もイライラしてないのにも驚きました1分たりとも遅れない飛ばすが、ね、標準だったので本当にびっくりでした 本当に文字通り1分たりとも遅れないんですよ、飛ばすって、うんで。そこで質問なんですが、こういう環境できちきちな頭にされた人間は沖縄では幸せになれませんかね <laughs> っていう質問です。というか、沖縄の放送局のコミュニティラジオはみんなこうのんびりしてるラジオじゃい多いんじゃないですすかな <laughs> があったとは思いますけどですかね。 いやなんか怒られてるのか、うん、褒められてるのか分からないでもねあまり時間には縛られない方がいいんじゃないかと思いますけど <laughs> これねあのそのバス関係の協会の方にいろいろ話したことがあるんですよ、うん、でその人がおっしゃってたのはバスは時間より早く来てはいけないこれが大原則だとそれだけは遅れても多少構わないと言ってましたね そうですよ、ねはい、まあ予定より先に来てしまうとこれ大変なことになるのでだから時々ねあのバスの運転手があの早きすぎてバスターミナルでしばらく休憩してるのを <laughs> 見たりしますけどね、うん、遅れる分については構まわんということになっておるらしいんですうんうん、うん、早かったら時間調整で止まってたりしますもんねそ、うん、そうそう,そう、うん、でもウチナータイムっていってこのなんか会合で。はい 例えば1時って言ってたのに12時半に始まるとかもあるじゃないですか、うん、フライングありかと思ってびっくりしたんですけどす、ね、あまあプライベートの介護はこれ多いですね <laughs> だから結婚式だとかいろんなやつは時間通り始まるのが増えていて逆に戸惑ったりすることもあるんですけどね <laughs> もうみんな裏読みしすぎて意味がわからないですもう、はい、まあ昔はね飲みに行こうっていうとみんな一旦家うちに帰って風呂入ってから来たんで でも本当に思う存分、たんですけどね、うん、8時って言ったら8時から準備始めるみたいな <laughs> 行く準備始めるな <laughs> そうそう8時だったらお風呂入ってくる <laughs> <laughs> ねえ、どうですかね、そういうちょっと許さも許せるような人の方が一応やっていけますよねはい、これはもうその通りです、のんびりいきましょう、遅れてもあんまり怒らない、うん、あんまり遅れたからっておくプンプンしてる人見たことないですね。はい うん、のんびりいきましょう <laughs> でも沖縄にも繊細で緻密な作りの職人技がありますよね三振とかラデンとかそういうものを作ってる職人の方々はどうやってゆるさと精密さを両立させているんだろう <laughs>、うん、前城さんは残業されますかって来てます昔はよくやりましたよ、うん、仕事現役時代は、うんえー、なんていうかな残業の方が好きだったから <laughs> うん でもそれぞれの性格はありますよね、すごい細かい方もいらっしゃいますからね、そういうこれで、も昔は細かいって言われたんですけでそもそも私の質問の趣旨がちゃんと伝わるのでしょうか伝わったら教えてくださいということでした。何の質問だったたかかババススねは早 はいこれが大原則って言遅れるのは構わないらしいんです <laughs> はいどうせそのうちに来るんだからはいじゃあまたこの中の別の要素は雪の聞きたいことで家内の知りたいことでね取り上げたいと思います、はいはい、メッセージありがとうございますでは今日の小読みですねはい、えー、じゃあ今日の小読みから、えー、沖縄手帳をめぐっていただきまして えー、今日は8月の13日火曜日、先、えー、勝、ち水の絵馬、旧暦が7月13日でちょうど同じ日なんですね。えー、で、天確率は50%中潮で、えー、今日の12時17分が寒潮ですね、で夕方の18時52分が満潮になっていますで。今日はは、えー、沖縄では9本。えー 13、14、15旧暦の、ね、7月13、14、15が九本で今日はそれよ祖先をお迎えするという運慶という日になっていますね。はい、で明日が中日で中の日明後日の1五日が祖先をもう送る日「ううくい」というお盆です一大行事ですね。うん、今年は珍しく本土のお盆と重なるんですよね、はい、ぴったり。 日本であのこのお盆っていうのは3つのカレンダーがあるんですね。もともとは旧暦の十三十四十五つまり沖縄風の旧暦のやり方っていうのがスタンダードだったんですうん、うん、まあそれが明治になって旧暦から新暦に切り替えて旧暦の行事はそのまま新暦に置き換えてやるようにという布告が出るんですね。それでで東京あたりでは、うん と聞いてますけど、東京あたりではあの新新築の7月13、14、15のお盆があるようです。7月のお盆ですね。でもほとんどのところは1ヶ月遅れた月遅れのお盆で、ね、8月の13、14、15、うん。だから月遅れお盆とか言ったりしますよね。うん、あるいは8月お盆っていうのもこれいいんですよね。うん、一部一部では あの、これを、旧、旧暦のお盆とも言ってるらしいんです。大変紛らわしいですね。おけなの場合は、たまたま今年は、あの。うん、本土の月遅れのお盆と重なりましたけど、旧暦の十三、十四、はい、十五ですから。えー、明治政府が、あの、暦を新暦に変える前の伝統的なやり方を、そのままやってます。さん。のところで、どうですかな。は、えっと。 月月遅れお盆8は八、い、月の八月ですね、うん、はい新暦八月のお盆 <laughs> ですね月遅れのお盆ってです、ね、はいその時はどうぞあのお墓参りしますしますでお墓でご馳走出したりっていうのはしないですないはい、うん、これまあ沖縄ではお墓でご馳走食べるのはあのシーメイの時ですよねはい でお盆の時は大体家の前で先行体でお迎えして、えー、仏壇の前でごちそうをいただくと神様と一緒にいただくと言ってたんですよこの神様と一緒に食べるっていうのを神様と人が一緒に食べる「新人教職」っていうらしいんですけど何かね聞いたらね北海道だとか九州とかでは多いらしいんですんでしかもお盆の時にお墓に行ってお墓の前でまああの 死と広げてやるという収集もあるらしいんですねところが京都に近いところとか近畿は一切お墓に行って皆さんと一緒に食べると、うん、神様と一緒に祝福するという風習はないらしいないらしいですね、うん、これがこの大和朝廷のこの、うん、死に対する 汚れかな、うん、そういうものを強く忌避するタブー視するというのがあって、えー、それで京都とかその辺の近畿はそうなってるんじゃないかなという話は聞いたことがありますねだからあのくつ島神社宮島神社あそこはもう全くその死のタブーが徹底していて、うん、あのお墓がないどころか死人が出そうになったら、うん、広島まで運ぶらしいですね。 で最後の臨終もそこであるとその島で死人が出たらいかんとーですは<ー>沖縄は至る所お墓があって一緒に生活しているような感じがありますけどね。はい、ということで沖縄では今日夕方、えー、それぞれのお屋敷の玄関あたりで線香を焚いて、えー、祖先をお迎えして。 仏壇に手を合わせてですね。えー、神様と一緒に三日間過ごすという日になってますね。うん、で、エイサーが盛んに行われるシーズンです。そっか、知りたいこと。お盆のこと聞けばよかったな。うん、全然知らないです。<laughs> もうエイサー以外わかんないです。<laughs> だから、沖縄でね、お盆のことを九本取られるんだけど。そのほか七月ですね。はい。 7月7月はい7月そのお盆なんです、ね、はいこれそれが本当の感覚でいうとまあ今度ないと思うけど7月お盆というと東京でのお盆のことを指したりするわけですよねうんで旧盆というと月遅れのお盆のことを言ったりします、うん、月遅れ旧盆だけど本当の旧暦のお盆じゃなくて単に7月15日を1ヶ月ずらしただけうんとても混動がありますね。 うん、だから沖縄では多も7月というよりは旧盆旧暦でのお盆という <laughs> より正確な表現が使われているのかなという気がしますけどね最初この旧盆っていう言い方も全然意味が分からなかったです何でそんな言い方するのかなと旧暦のことを略している旧とも分からなかったですなるほどはい、うん、旧暦のお盆ですね、うん、でもちろんあの復帰前の琉球政府時代はこれはちゃんとした高級日になってました あ,ね、あれ今は高級日じゃないですね。給じゃないんですよ。<ー>うんどうなってるんですかね。みんな仕事してから夕方にやる感じなんですかね。ねええーうん、だいたいあの交代で休みを取ってるところが多いですね。ああはいはいはい、えー、今日何のコーナーって話です。それ <laughs> でねあの今日,今日の声になったんだ。はいはい。今日はそういうことで旧暦のお盆の運慶の日です。はい。 で沖縄の季節業務では真夏の後半7月の16日から9月の5日までですねまあ、とても暑いシーズンと台風が多いシーズンというのが特徴ですね今年も台風が立て続けに来てます直撃沖縄は直撃はないけど台風の影響でちょっと海が荒れたり天気が荒れたりしてますで今日の出来事の中では あと、えー、でこれ取り上げますけど沖縄学の父伊波富有没1947年、はいえー、ちょうど72年前ですね、うん、これ面白いですあの伊波富有が亡くなったのも72歳の時で今年はちょうど亡くなってから72年目、うん、で伊波富有の大留の名義が、えー「深く掘れ己の胸中の泉よそ多様て水や熊のごとに」。 兄ちゃんの言葉から取ったらしくて私も非常に好きな言葉なんですけど、はいえー、自分の足元自分の胸の中を掘り下げなさいとよそよたやったらいかんと自分の足元に泉があるんだというような歌ですね。はい、それからあとは甲子園で地理高校が県勢初の一勝をした初めて一勝を挙げたのが1963年の今日です。 であと1つは、えー、米軍のヘリコプターが沖縄国際大学に墜落したというのが2004年の今日の出来事です再放送をお聞きの方は8月18日日曜日です。 のクイズです。はい、うん。じゃあ、今日、今日のうちのアクイズですね。はい、先ほども言いました通り、あの、沖縄学の父と呼ばれる伊賀冬。が、亡くなった日が今日なんですね。伊賀冬のペンネームっいうか、あの、画豪が仏外って言いましたんで、仏外記とも呼ばれています。はい、さて、その伊賀冬は、まあ、あの、とても偉い先生だったんですけど。貧乏な学者だったとも言われています。 その貧乏な冬の住まい、東京ですけど東京にいたんですけど、その住まいにこれもまた貧乏人としては有名なあの貧乏主人の山口博さんが転がり込んで、はい、居候ろしていた時期があります。わあ、そんな貧しい貧しいところに、はい、はい。まあ冬の奥さんが怒って途中で追い出したらしいですけどね。<laughs> その時にその山口博に出されたお菓子。 まあ、次のどれでしょうか貧乏学者のところに貧乏主人が転がり込んで、はい、奥さんが怒っていた時期あるらしいんですけどその時のおやつはどれでしたでしょうかうまともなもん出なさそうですね <laughs> <laughs> ティーチ、はいえー、ゴーヤーにお砂糖をかけたおやつ三択ですティーチゴーヤーに砂糖をかけたおやつサーチ、えー、ご飯にお砂糖をかけたおやつ ターチご飯にお砂糖をかけたおやつミーチちゃんとしたおやつでねサーターアンダギーミーチサーターアンダギー、はい、このうちのどれかがあの貧乏学者が貧乏詩人に出したおやつですどれでしょうかでも東京だからゴーヤーがそんなにありそうじゃないからな <laughs> 位置は違うかなみたいな皆さんは 知ってますかねどれでしょうかねはい答えてくださいツイキャスでもいいですメールでも結構です、うん、ぜひお寄せください答えは番組の最後に教えます、はい 沖縄手帳発行人の時間沖縄手帳発行人の時間をお送りしておりますお相手は、はいはい、手帳発行人の前代徳一です聞き手は FM 技能1由紀ですそれではメインのコーナーに参りましょう1947年 八月十三日。沖縄学の父、伊波冬吾。えー、さっきも触れましたけど。まあ、沖縄学の父と言われる、まあ、偉大な学者でありました。伊波冬吾の亡くなった日、命日です。はい、で、彼の画号に、えー、ちなんで、仏外記って言われてますね。あの、モロトウイ術外。 まあこの世の外にあるんだという意味らしいんですけどね。毎年行われてますだからそれもね先も言ったんだけどたまたま気が付いたら今年は没後72年でヤフユーが亡くなったのも72歳の時ですからまあ不思議な巡り合わせかもしれませんね。でヤフユーは那覇市西町の出身です。昔で言えば 那覇村の西というところで生まれたんですね。はい、ええー、明治九年の三月十五日です。うん、那覇氏族の、うん、ところに生まれています。とても、あの裕福な家に生まれた、お坊ちゃまだったらしいですよ。うん、で、亡くなったのは、東京杉並の、あの東新潮さんという沖縄の歴史家の、お宅に。 まあ曲がりしていてね、うんえー、そこで亡くなってます。で、伊賀冬のお墓は浦添城址公園の中にあります。うん、墓前にはあの慰霊碑がありましてですね、<laughs> まあおもろと沖縄学の父伊賀冬と刻んでます。これはね、あの結構いいお墓ですよ。あの沖縄の昔風の亀甲墓で。 八、えーね、でそこの顕彰碑の中にその懸賞碑を記号したのはやはり沖縄出身でヤフ冬の友人でもありました歴史家の東女納勘さんのツイートの言葉があるんです、うん、有名な言葉ですけどちょっと読んでみますけどね <laughs>、えー「彼ほど沖縄を知った人はいない彼ほど沖縄を愛した人はいない」 彼ほど沖縄を憂えた人はいない。彼は知ったがために愛し、愛したために憂えたと。彼は学者であり、愛嬌者であり、預言者でもあったというふうに言っていますね。イヤフユはまあ、当時のテイク東京帝国大学の言語学を卒業しています。うん、そして言語学をやって、それから大物の研究に入って、歴史の研究に入って、 えー、それから、まあ、思想的なこともたくさん書いてますんでいろんな面であの琉球のことを考えて沖,沖縄のことを総合的に研究していくのを沖縄学と呼ばれるようになったんですけど、はい、その沖縄学という言葉を生み出したのは、ねうんえー、立派なお墓がありましてねちょうど今自分 この名日に当たる8月13日の11時から12時にかけてですから、今ちょうど真っ最中なんですけど、うんはい、あの前年、えー、仏外記という名日の行事が行われています。うん、そこでは、えー、おもろぬしとい、あの沖縄の万葉みたいなものがあるんですけど、うん、それ用の後継者の アダニア新勝さん、今十六代目が十七代目だったと思うんですけど。うんうん、この方による、王府おもろ、琉球王家に伝わる、聖党おもろを読み上げる。歌い、歌うという儀式が行われます、うんえー。私も昨年参加してきましたけど、うん、あの、全く何を言ってるかわからない。うこれは一人で、アダニアさん一人で、いや何名かでやってますね。えー、で、その中には、あの大物研究家で有名な。 山内製品さんという方がいますけどその多分ひ孫ぐらいかなあの若い方で今県立芸大にいらっしゃるという方も一緒に何名か並んでそのおもろの研究っていうより音楽音楽をやってるんでしょうね、はい、<laughs> そしてそのほかイアフユを研究している学者の方々も来ていてイアフユのことをお話をしたり、えー、してました。<laughs> じゃあ今もやってますタバコとコーヒーとサーターアンダギーが好きだということで、うん、分かる前にはタバコとコーヒーとサンダーアンダギーがー<の>お供えされたサンディーお供えされます<い>そして参列した方にもサーターアンダギーのお土産が配られますんでんこれ楽しみですよ。うん でイヤフーユはさっき言ったようにあの那覇のとても裕福な旧士族のうちに生まれますそして帝国大学を卒業するとただ高校に行く時はちょっとドラマがあるんですねこれは別の機会に取り上げたことがあるんですけど一中というはい、はい、沖縄第一中学校に入った時にその校長先生が沖縄人差別をしたんでそれに対して徹底したストライキー闘争をやった後に結局退学される。 いいがつくんですねでそれでも進学したいということで東京に渡って、えー、一校を受けるんですけどそこで失敗して浪人を。